なんかをしてるんですけど、さえずりはどうです？結構出すとですね、嬉しがってさえずりしたりしてですね、もうあの毎日さえずってます。だいたい毎日中でもさえずって、中でもさえずってます、あとなんか水浴びをしたりとかですね、こんな時もあったりなんですけど、体重は27とか28ぐらいいったりして、で最初はこの中の餌とかは全然食べなかったんですけど、中でも食べるようになってるのと、あとあの小屋に戻すと結構こうかなりこう食べるみたいですね。遊んであげた後に。ただ糞はここ 2、3日大きい。大きい。そうですね。あとこれ中であんまり糞をしなくって、うん、なんかこうちょっと外に出さないと糞じゃあんまりしないってことなのかと思って、外に出さないと、外なんかよくわかんないんですけど、なんかその外から出すとすごい巨大な糞を外に出す。あ、そうなの、で今って昼間はどこにいるんですか？昼間もこの中で、で1日4回ぐらい外出してあげて、あの自分の元いたカゴに入れて、なるほど、そういうことね、でまたここに戻すっていう。わかりました、ちょっとじゃあ見てみますね。いい感じ。はい、おいで。25。ちょっと今は25ですね。ちょっともう一回後で測ってます。はい、ご飯は、なるほど、まだ今はそんな入ってないですね。 5% ぐらいかな。それからお腹は柔らかい。はい、どうしよう。うん、それをですね、26ですね。ちょっと見てもらいましょうか。25か26ぐらい。もう一回これでゼロになる場合ですね。大丈夫。25から26。はい。うん、高専生さん持ってきてあげてください。あ、今そこにうんちしたのはまあ。何個分？2個分から3個分ぐらい。あ、だからさ、10個分ぐらいのが出られるとちょっとしんどいよね。あのね、すごい元気が良かったらさ、昼間は大きなところに入れてていいですよ。あ、うん、夜から朝はそうですね、夜から朝は必ずこっちに入れてるんですけど、うん、そうそうそう、で、あの、遊んであげる時間があったら出して、あのハンドリングして遊んであげてくださいね、あのもちろん、調子悪さの時に遊んじゃダメですけどね、で、昼間そうやって大きな方に入れてても調子良さそうだったらそこに入れていいんですけど、なんか調子悪そうな感じ、から膨らますとかね、じっとしてたら、そう、あの、ほいじき入れていただくと、そんな形で言ってもらいましょうか。そんな感じで、なんかはい、釣りはこれこの間2週間分出したんですね。そうですね、そうですね、だから今日までじゃあまた2週間出しましょうかね、はいはい、了解です。はい、じゃあそちらの、はい、ステロイドは同じように2日に1回で、そう、2日に1回でペースでいいです。ただし、量を下げさせてもらいます。ステロイド1回飲む量で、それをちょっと今計算しますね。粉でもらったのは生成水 2.5 で溶けます。そうです、2.5 で、はい、生成水を用意してもらってるんですよね。はい、使ってます。16分の3、BLG が薬2週間分ね、中村さん。それで、待ってくださいね。5割16はかける3割と。あ、そっか。この子は1回ですね。で、今まで飲んでるステロイドの量がですね、
B の薬ね、ステロイド、プレドニゾロンって言うんですね。プレドニゾロンというあのステロイドホルモンですけど、あの1瓶の中に5ミリの16分の4入ってました。で、今回は5ミリの16分の3ミリ。もうとんでもないちょっとちっちゃいからさ、すごい微量なんですけど、そんだけ量を下げます。それでまたじゃあ、あのそういえばさ、ステロイド の, あの、薬のさ、2周目もさ、冷蔵庫入れてます？入れてます。はいはい、粉のやつ入れてます。あの瓶、粉はまあいいんだけど、瓶に入ってる液体が入ってますからね、はい、絶対入れといてください、冷蔵庫にね、はい、頑張ってるんだ。じゃあもうですね、頑張ってくれて嬉しいですけど、頑張ってるんですね。あとですね、もしできたらでいいんだけど、例えばさ、これが何個分かわかんないんですけど、例えばこれが3個分でね、これが10個分とかね、10個分とかね、これが何て書いてあるの、2個分、生姜2個、2個分、そうすると、まあ違うかもしれないけど、これで合計すると、普通の数で数えると25個分出てるとかね、それを、まあ、ここかここにでも書いておいてもらいます、そうするとおおよその、それで体重が時々で、体重さ、一回家帰ったら測ってください。今 25g だったから、はい、でそのはあの餌が 10% 少ない。でこのから夕方にかけて食べるんです。で溜まってくる。だけども、10はちょっと少ない、10もなかったんで、5だね、ごめんなさい、 5% ぐらいですね、はい、そうで、こうやって温度が書いてあるから、で、要するに朝一を、これ朝一の温度ですよね、で、昼中も調子が良ければそこが出てるわけだから、その時の温度ね、もちらっと書いて、また夜の前に書いていただけると嬉しいですね。それから、あとはまたもう一枚紙出してきますけど、この子用のノートを作ってください。それで元気と運気と体重と環境温度と書いてあってもらいます。はい、はい、じゃあこちらにお返しします。こうってインコの爪切りとかってやってるんですか？やってます。あ、やってるんですか？はい、キリンコの場合はやります。インコって爪切りっていくらになるんですか？石製サザナミンコって、サザナミン1000円から1500円その子によります、わかりました、はい、サザナミンいたんだ。あとサザナミも飼ってるんですけど、まだ若くて4ヶ月か5ヶ月ですげえ元気なんですけど爪切ったら暴れまくってないそう、あの一緒なんですよね、持ち方は、あのサザナミもさ、その子もさ、普通は薬飲ませてこうじゃないですか、で飲ませますよね、で爪切るときはこうやって持って、でこの3本の指で鳥の指を一個一個持たない。それでこう爪がこうあった血管が来てるから、この先端と思われるところと、実際の先端の真ん中辺で切ってくる。それから一応念のためにあの止血剤として味の素を用意しておいてもらう。味の素、あの化学調味料の。でそれを出しといて、もし出血しちゃったらそこの爪に味の素をつけて押さえると早く止まります。という感じ。でもそれでも切れないんだったら。だから一緒に連れてきた時に爪切りもじゃあ、やります。はい、あまりに暴れ回るんで、はい、はい